皆さんこんにちは。レック専任講師のともつぐです。さて今回は2021賃貸管理士トリセツ解説講義ということで、20分弱ぐらいですかね、はい、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、はい、こちらですね、2021年度の賃貸不動産経営管理士合格の取説、テキスト&一問一答、こちらのですね、はい、下のところにあります、本書購入者特典、無料講義動画ということで、お届けしていきたいと思います。はい、さあ、こちらなんですけれども、今回第1回目ということで、8回ぐらいですかね、ミニ講義という形でですね、いくつかポイントをピックアップしてお話をしていきましょうという、そういう趣旨のものになっております。でですね、今回こちら、46ページにあります配偶者居住権ですね、今回こちらについて、見ていきたいと思いますが、この講義に関しましてなんですが、ちょっと時間的にもね、そんなに多い時間ではないので、ここに書いてある内容をやっていくというよりも、ここの補足ですね、ここの部分をちょっと補足をしていくとどういう感じになっていくのかとか、そういったお話を中心にしていきたいと思います。もちろんそのテーマについて全てをしゃべるというふうになってくると、とてもではないが、15分から20分ではちょっと足りないということになりますので、書いてある内容に関して、ここは、読めばわかるだろうというところに関してはちょっとスルーしながらですね、それ以外の場所についてお話をしていきたいと思います。はい、でですね、今回は、こちら、合格の取説ですね、こちらの方ですね、お買い求めいただきありがとうございました。ね、こちらの方の46ページのところ、配偶者居住権、こちらの方を見ていきたいと思います。でですね、46ページ、まずこの配偶者居住権のところを見てみますと、この配偶者居住権って何ですかって言いますと、配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者の従来の居住環境を守るために設定されたものですと、いうふうに書いてありますと、これはどういうことなのかというところについて、ちょっと細かく説明をしていきたいというふうに思います。ではですね、ちょっとここ空いてるので空きスペースに書いていきたいと思いますけれども、例えばですね、はい、A さんという人がいましたと。はい、A さんという人がいてですね、配偶者に B さんという人がいました。はい、配偶者に B さんという人がいました。でですね、この A さんと B さんはずっと一緒に同じ家で、A さんの家で暮らしていました。はい、で、A さんにはですね、前の配偶者との子供、C がいましたと、いうふうな状況をまずは考えてみてください。ちょっとこの例で考えてみますと、A さんと B さんがずっと、A さんの家で一緒に暮らしていました。はい、でそして、A さんには前の奥さんとの息子の C がいました。この状況で A さんが亡くなったとします。この状況で A さんが亡くなって、じゃあ A さんの財産はどんなものがあるんですかっていうふうになった。その時に A さんはこの A と B が、ずっと一緒に暮らしていた家ですね。はい、ずっと一緒に暮らしていた家がですね、大体これがじゃあ2000万円相当としましょう。はい、2000万円相当のこのね、土地付きの建物、家と、あとはね、預金を見てみると、貯金がありましたっていうことで2000万円のね、お金がありましたと。で A さんがこの財産を残して亡くなったとします。はい、A さんがこの財産を残して亡くなったと仮定してみましょう。さあそうすると、はい、この状況で相続人は誰ですかって言ったらば、配偶者である B と子供である C ということになりますよね。で、配偶者と子供なわけですから、2分の1、2分の1の割合で相続をするということになるわけです。じゃあそうするとちょっと B の立場になって考えてみてください。さあ B はですね、この2分の1をもらえるという状況になっているわけなんですけれども、さあ何をもらいましょうかっていうふうになってくると、やっぱりね、ずっと一緒に暮らしていた思い出の家ですよ。ね。でそしてやっぱ、この家がね、失われてしまうと、これから私はどこに住めばいいのかなということにもなってしまうということで、ね、B はですね、じゃあ私はこの家を、ねもらいたいと思いますというふうになったらば、じゃあここの2000万円はって言ったら、ね、当然のことながら2分の1、2分の1なんですから、 B がこの2000万円分をもらっていったら、このお金は C がもらっていくってことになりますよね。じゃあそうするとどういうことが起こるのかというと、 B は、ね、住む家は手に入れましたと。で住む家は手に入れたんですけれども、はい、あれちょっとお金が全然手に入らないっていうことになっちゃいますよね。でそうするとこれからどうやって暮らしていけばいいんだろうっていう状況になってしまう可能性があるわけですよ。はい、逆にね、じゃあ例えば B が、このお金をもらったっていうふうになったら、家を追い出されてしまうってことになってしまうわけじゃないですか。ということで、これはちょっとどうしたものかっていうふうになったわけです。じゃあこれを解決するためにどうしましょうっていうふうになった時に、はい、この家をですね、はい、この家2000万円相当の家でございますと。はい。この2000万円相当の家なんですが、ちょっとですね分けましょうと。はい。何ですかって言ったらば、所有権と居住権に分けていきましょうというふうにしたわけです。はい。所有権と居住権に2つに分けちゃいましょうと。ちょっと便宜上ですね、所有権を1000万円、それから居住権を1000万円というふうに、仮に、置いておきますね。実際これ割合をどういう割合にするのかっていうのはですね、それは個々の状況によりけりです。はい、ですので、ちょっと、こんなにね、スパッときれいに半々に分かれることはないかもしれないんですけれども、一応例ということで、はい、こちら所有権1000万円居住権1000万円というふうに2つに分けましょうと。で所有権は、この建物を所有する権利ということになりますよね。で居住権はって言いますと、これは、はい、死ぬまでタダで住める権利だと思っておいてください。死ぬまでタダで住める権利、これをですね、1000万円でということになります。はい、でそうするとどうしますってことなんですけども、B からしてみればですよ、B からしてみればですよ、はい、ここにこれからも住みたいというふうに思った時には、別に所有権はいらないとしても居住権が欲しいなっていうふうになったらば、この居住権だけを受け取りますっていうふうにすればいいわけですよ。でそうすると居住権しか受け取っていないわけですから、 B はまだ1000万円しか受け取っていないということになりますよね。B はまだ1000万円しか受け取っていない。でも先ほども確認した通り、 B と C は2分の1、2分の1なわけですから、そうまだ1000万円もらえるってことになるわけですよ。そうすると、ここの、ね、現金のうちの半分、1000万円はこちらにということになるわけですよね。でそうすると B は居住権と現金1000万円が手に入ったということになるわけです。でそうすると何が起こるのかというと、ここのね、家に、今まで住んでいた家にこれからもずっとね、ただで暮らし続けることができる、ね、その居住環境も守られて、でそして、現金もね半分ぐらいもらえたということになりますので、B の今後の生活とかも、それなりには、大丈夫になっていくでしょうっていう、そういうふうになるわけなんですよ。で、C からすれば、居住権は、なくなって所有権のみを手に入れたってことになりますので、それは何かというと、B が生きてる間はそれは、ここの家は、ただで B に使わせなければいけないということにはなりましたが、B がなくなったならば所有権そのものは C のものにあるわけですから、その後、ね、B がなくなった後に関しては、それはね、C が、自由に使えるでしょう。所有権を持ってるわけですからね。B が生きてる間は住まわせなければいけないという制約はかかりますが、将来的には C はこれ、自分のものにすることができるわけです。でしかも、はい、現金もそれは1000万円という形で手に入るわけですよね。ということになりますので、C も C で、そんなに悪いことでもないだろうと、いうことになるわけです。このようにこの家を所有権と居住権で分けます。これが配偶者居住権の基本的な考え方ということになるわけなんですね。さあそして先ほど、ここは状況に応じてね、金額の割合を決めますよっていうふうに言いました。なので、そう、B が生きている限りは、ただで済ませなければいけないってなってくると、やっぱり、その、いわゆる平均寿命的に考えて、これから B は長い間住むであろうなっていうふうになっていれば、やっぱりこの居住権の値段はどんどん上がっていって、所有権の値段の方が少なくなっていくでしょうし、はい。それはそれでまた逆もしかりで、ある程度高齢の、方であれば居住権というものはそんなにね、なんていうんですか、そんなに高くはなくなったりとかするわけですよ。そこら辺はですね、先ほども言いました通り、状況に応じて考えていくということになります。はい、これで、所有権と居住権で分けていけば、こういうことができますよねっていうのがこの配偶者居住権の考え方なんです。はい、それが例えばこの配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者の従来の居住環境を守る。つまりその今まで住んでいた家に、これからも住むことができるということになるわけなんですね。で、この配偶者居住権に関して配偶者は、どっちにしろやっぱりこう適用要件みたいなものはありますので、絶対これができるのかっていうとそうでもなくて、こちらです。非相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、まずこれが、前提条件になります。なので先ほども言いました通り、こちらの例で言うならば、A と B が2人で A の家に住んでいましたと。A と B が2人で A の家に住んでいました。これがまず、これが配偶者居住権が成立する要件になります。なので配偶者は非相続人の財産に属した建物に相続開始時にちゃんと住んでいた場合において、配偶者居住権を、これも、無条件に手に入れられるってわけではなくて、1番目、遺産分割によって取得した場合、あとは2番目、遺贈された場合、この時に、その居住していた建物に、基本的には終身ずっと、もしくはまた一定期間って場合もありますけども、一定期間、大体終身というのが、中心だと考えておいて、ここは問題ないと思います。無償で居住することができるということになっていきます。はい、でですね、下に、配偶者居住権、条件書いてありますが、まずこの配偶者居住権は無償で居住することができるというものになります。で、範囲としては居住建物全部についてで、期間は、原則として終身、先ほども言いましたが原則終身です。だからまたは一定期間についてはそんなにこだわる必要はないかなというふうに思います。基本的に終身と思っておいて問題ないということになります。で、権利として使用収益というふうになりますと。で、こちら対抗要件なんですけれども、配偶者居住権、こちら登記によって対抗することができるということは、配偶者居住権も登記をすることはできるということになっていきますね。対抗要件が登記ということになりますので。で、あとですね、こちら配偶者短期居住権というものもあって、これは何かと言いますと、同じように前提条件はあります。非相続人の財産に属した建物に相続開始の時に、居住していた場合というふうに、条件はありますけれども、一緒ですけれどもね、一定の短期間、遺産分割を行う場合、建物の帰属が決定した日または相続開始の時から6ヶ月経過する日のいずれか遅い方の日まで、その建物を相続または遺贈により取得したものに対し、無償で居住することができますと。これは何かと言いますと、基本的にはですね、配偶者居住権が成立すればそれは問題ないわけですけれども、そうじゃなかったとしてもっていうことになりますよね。そうじゃなかったとしても、この、遺産分割を行う場合には、建物の帰属が決定した日または相続開始時、これから6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで、無償で、まだ住むことができますよというですね、こういう配偶者短期居住権みたいなものも、一応はありますということになります。一応ですね、メインはこちらの配偶者居住権の方というふうになっていきます。こんな感じでね、ミニ講義みたいな感じでですね、いくつかのポイントに絞ってやっていきたいと思います。こちらなんですけども、賃貸不動産経営管理士試験ね、まあこちらにもあります通り、もう一度ここ見てみますか。はいね、こちらですね、2021年新たな国家資格誕生みたいな感じで書いてありますね。まあ新法賃貸住宅管理業法、これもね、まあ新しく施行されました。はい、まあいろいろ変化があります。まあそうした時にね、どうやって勉強していいのかわからないとかね、まあちょっとね、本当に取れるのかどうか不安になってきたとか、やっぱりいろいろ考えると思いますけれどもね、それのまあ一つの手助けになることができれば幸いでございますということで、はい、それではですね、今回はこの辺にて終了したいと思います。また、次の動画でお会いしたいと思います。次はね、また別の範囲の説明をしていきたいと思います。それでは、今回はこの辺にて終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。